そう、うちのね、今のこの配信は、禁手はなしだけど、アルセウスは幻のポケモンだからありです。いや、さくらさんとゴッドフィールドさんで終わりかな、今日は。エブリットが気になるな、なんか、アルセウスよりも。何かしら役割があるんだろう。僕もいいですか、ダブルやつ。うん、いいよ。やろう、じゃあ。巨勢おこしマールさん。なんだろう、わかんないな。あの色って炎タイプだよね、これ。ちょ、軽めに殴っとくか。容赦ないな。容赦ない神の裁きが。これ何タイプ、これ。え、あー、これ炎タイプなんだ。なるほどね。あ、これタイプはそうなるんだ。さばきのつぶてまねっこやばいけど、もうこれ完全に積んでないか、グレーンハルまで。さすがに引くか。その場合炎タイプになるんだ。よかったね、これタイプが分かってよかった、逆に。テラバーストみたいなもんか。クソワロタは、クソワロタ。腹抱えてワロタ。の力、これは何？神秘の力ってなんだっけ、どういう技だっけ。ちょっとあの無知で申し訳ないんだけどさ、神秘の力ってどういう技。今特攻上がったけど、謎に。マルチは今日はないかな、人も少ないし。この相手のパーティーにこのもらえびグレーンアルマがめっちゃ刺さってるね。なすすべがないな。タギングル？アンバドロも大概硬いね。フレアソングが命中不安になって音技じゃなくなったり、スパー技。なるほど、めちゃくちゃわかりやすいね。今ちょっとずつ今一つだった。このタイプじゃないのこれ。あれ、これこのタイプじゃないのこれ。なんでこれ今さ、なんでこれ今打ち落とす今一つだったの。格闘なんだ。格闘、でもなんかハスタムに抜群じゃなかった、ハスタムに。なんでハスタムにさっき抜群だったの。あれ、抜群じゃなかったっけ。あれ、ごめん、なんか俺が勘違いした、これ単純に。
ただの急所じゃなかった。あ、マジで、あー、なんか抜群だったのかと思っちゃった。そういうことか。なんだ、あ、もしかしてエムリーとか炎のプレート持ってたのか。あ、火の玉プレート持ってんの。え、マジでそういうこと。あー、なんか俺めちゃくちゃ勘違いしてた。やべ、撮り直して撮り直したけど、まあいいや、うまくと編集でやろう。火の玉プレート持ってたからか。なんだこれ、なんか俺てっきりさ、あのアルセウスのタイプが炎だったから、炎タイプのなんかエブニットも炎タイプの裁きのつぶてになってるのかなと思っちゃった。なんだそういうことか。テクノマスターみたいなもんよ。そういうことか。めっちゃ入るね。地道に削るタキングルがなんか疲れてやられてた。大元気、もしかしたらマネコ覚えんのか。大元気ちっさ、小さくないのか大元気。あ、覚えるんだ。これ何タイプだわ。ね、俺もなんか炎かなって思っちゃった。だからなんかエムリットが炎だったから、そのもらい火でなんかタイプ真似したのかなって思っちゃった。ほんとだ、抜群じゃん。うわー、ミスったな。じゃあリアクションを、そう、なんかハッサムが一撃で落とされたことと、あの色と、もうエミリとの裁きのつぶせが炎だったことで、もうなんか確信しちゃったんだよね、自分の中で。炎だこいつはって。面白い。対戦ありがとうございました。うーん。